データベースとは検索や蓄積が容易にできるよう整理された情報の集まり。通常はコンピュータによって実現されたものを指す。コンピュータを使用したデータベースシステムではデータベース管理用のソフトウェアであるデータベース管理システムを使用する場合も多い。プログラムで扱うデータ構造やデータそのものを独自実装の場合に比べて少ない工数で操作できるようにしている。 膨大なデータを扱う現代の情報システムでは最重要と言える技術である。例えば次のようなものが挙げられる。など、データモデルとはデータベースに格納するデータをどのように配置するかを論理的、物理的な側面から規定するものである。データモデルの例は以下に示す通りである。